よろしくお願いします。まれびとの気配がするな。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。強い力を感じる。ここに何かあるな。
霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所もわかるはずだ。なんだ？さあ使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。タヌキ、何か言ってる？おい、力を使ってみろ。俺たちなら物のありか以外にも動物の意志もわかるんだ。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。
体どこに行ったんだ。聞いてください、ここで供養をしていた人形が逃げ出したんです。私はその後すぐに事故で死んでしまいました。あの人形、髪が伸びたり供養に出しても戻ってきたり気に悪くて、死んでも成仏できないし、全部あの呪われた人形のせいなんです。見つけ出して供養してもらえませんか。どんな人形なんですか。先に亡くなった姉が大事にしてた日本人形なんです。その人形、何かが宿ってるな。ここから人形の思念を終えるはずだ。よし、思念が見えたぞ。あ、なんだ。まあまあかな。普通の人形がなんで宙に浮くほどの力を持ったのかな。さあな、殺人鬼の霊でも乗り移ったんだろう。 B 級映画の見過ぎだよ。 DVD はよく見てるかな。サブスクじゃないんだ。なんか言ったか。マジか。
調子だ。今のは人形の声？見ろ、あの藁人形には呪いが施されている。あれをお祓いすればいいんだね。お願いします。弟さんって神社にいた男の人？はい、私がずっと守り続けていたんですが、離れてしまったせいで守りきれなくて、弟は呪い殺され成仏すらできずにいました。だからせめてその地獄を解いてやりたかったんです。これで私も安心して成仏できます。神社の霊に人形を届けて本当のことを教えてあげなきゃ。人形のせいで死んだと勘違いしてたからな。本当は守ってくれてたのに。吸い込む大きな穴があるんだ。その穴のせいで自分の家に帰れないんだよ。何でも吸い込む穴がまるでブラックホールだな。ちょっと行ってみるか。え？吸い込まれたらどうすんだよ。心配すんな、俺が何とかしてやる。車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。